ちょ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 、この脇やばいやつです。こっちはこっちか。あーおーおー、いいですね。あれおハリケーデンからこんにちは、美容ハリピン逆逆ハッシュタグみたいな、ハッシュタグの、はい、はい、今日はですね、鹿児島で大活躍のダン先生にお越しいただいてます。今日はですね、うちの会員さんでもあるレジェンドですね、石川先生って先生で、僕も受講生で、先生も受講生でね、子供の夜泣きとか槍の症の針とか勉強してたんですけども、ちょっと途中で超絶腰足が調子悪くなって、講習会終わったらですね、ちょっとダン先生治療してくれと頼んで、本当は鹿児島に行けばいいんですけどね、今度行きますけど、せっかくなんで治療してもらおうかなと思ってですね。黒豚美味しいです最高に黒霧島美味しいです、はい、赤霧島焼酎美味しいですね。美味しいですよ、はい、これから焼酎の深海、違いますね、そんなキングチャンネルそんなことやってる、はい、酔っ払ってる場合じゃないんで、腰足やばいんですよ。で先生のところの針と水玉人気なんですか？大人気です。僕は水玉いいです。え、やめておきます今日は。ぜひ。え、楽になります？楽になります。あれ、ね、でも超絶あのトラウマになるぐらいに、その後バーンってすっきりしてウォーっていう感じなんですけど、うん、はい、痛いんじゃないですかあれ。いや全然ソフトになります。大丈夫です。痛いないでしょこれ大丈夫ですか？楽になります。はい、じゃあもう早速行ってみたいと思います、はい、それではゴー。じゃあ腰を見ていきます。腰の手にひねってもらっていいですか？はいはい。おおえ、はい、反対は。あれちょっと待って、僕今までで一番悪いかもしれない。やばい、ここおかしいね。やばいです。あれだ、やっぱりね、子供との公園のあの3時間マッチ、あのあと子供寝るじゃないですか、抱えていかなきゃいけないんですよね。それの負傷ですよ。ちょっとやばいですね。こっちはいけますよ。ダン先生の肩見えます。こっち。これ絶対いかないです。こっちやばい。やばいっつって。あ、ちょっと待って、今おかしい。大丈夫です。今ぎっくりになりました。これ結構ボロボロね。ちょっと最近メンテナンスしなかったですか。あ、それちょっと直していきましょう。じゃあちょっと足踏みをして。足もね結構だるいんですよね。結構足に。ちょっと待って、これやるってことはなんか足にやばいですよ。いや、まあ。服やばいじゃん。え、ああ悪いですね。足健康そうじゃないです。健康そうじゃない。足重たそうですね。わかりました。じゃあお願いします。こう。じゃあ今から腰を流していきます。針じゃないですか。あ、水玉でやります。またスルーですよ。この手術する人は。流しまーす。とりあえず流しまーすって長嶋さんじゃないんだから。実先生、あの、あーよかった、オイル足りないんじゃないですかって言おうとしたんですよね。あーぶね、今のでやったら犯罪級痛いっすよ。流すらしいです。なんか音がする。ああ大丈夫な気がしてきた。ああこれはちょっと柔らかいやつですね。なんかもそっと言ってましたけど柔らかいやつですね。そのままでいいと思うんだけどね。あと入れてきます。いやいや今3いったでしょ。ほらおーやった。ああ戻る時がやばいです。ちょ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 、この脇やばいやつです。脇がダメだって。結構硬いですね。おかしい。じゃあ反対流します。反対流しますね。あちょっと柔らかいですね。もうちょっと柔らかくていいと思う。もうちょっともうちょっと入れた方が効果がいい。何せボソ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 怖いんすよ。それは誰に言ってるんですか？筋肉に。水玉に。筋肉に言ってるの？筋肉に。これ。
筋肉に言ってたんだよ。ボソボソボソなんかこれあちょっと弱いですね。これはもうちょっととか言いながら、筋肉と会話しながら三プッシュは良くないと思うんですよね。しれっとほらほらダメだ。僕の筋肉は多分やめた方がいいですよって言ってたはずなんですよ。いやこれはちょっと硬いね。ちょっとやる。いやおかしいって。ほら硬くないと思う。もうだいぶいるんだよ。あ結構いる。こんにゃくですよ。ちょっとつけていきます。ちょちょちょおかしいって。腰つけていきますね。ああ、うん、ああ、よし、もうちょっとかな。もうちょっとかなは誰に話したの？今ちょっと筋肉です。お尻、お尻触り。あ、お尻。お尻の筋肉。ああ、あ、これ上かな。ちょっと右と左色が違いますね。デトックス溜まってます。5分ほどお休みいただきますか。5分経ちましたので撮っていきます。はい、緩みました。はい、これでちょっと腰も緩んだんですけど足もやってみましょう。やってみましょうってどういうこと？足やったらもっと柔らかく。いやそれはあれ一番ダメなやつだと思うんですよ。楽になるんでやってみましょう。まだこう淡々する系ですよね。足も流していきます。あそんな上げなくていいと思うんだよね。持っていきます。全体的ですね。はい、ということでこれでおしまいです。チャンネル登録、高評価の方でよろしくお願いします。じゃあ、今からやっていきます。ここから直していこうか。あいやあ、ちょっと待って。いや、来たよこれ。それでいいんじゃない。これぐらいでいいと思います。ああ、ちょっと。あった、あった。揺れますね。これでいいんじゃないと思う。だいぶ届こりは取れました。ああ、痛い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 。こっちは、こっちか。いいですね。じゃあ反対いきます。うん。うわあ、ブチブチって言ったよ。ブツブツ言ってる時が一番怖いですわ。話しかけると思いきや圧がキュッキュッて上がってくるんですよ。それで容赦なく気づくとスライディングになってる。1.5 ぐらいって2でしょ。 1.5 ぐらいで吸ってくださいって言ったら2いきましたよ。これでいきます。いっちゃダメです。あーダメだー。これはだいぶ緩みますよ。いい感じです。あらら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 。おお、いい感じです。ダメなやつです。大丈夫です。これがいいんでしょ。両方完了しました。じゃあこの後張り合っていきますのでよろしくお願いします。よろしく言われてもね。優しくお願いしますよ。足そこはやんない方がいいと思うんだよね。いいですね。あっあーあーおーあー、すっ
げえことになってんだけど、膝がね反対側に向いてるでしょ、反対側に折れてった感じ。おお、全然入ってないんだけど。もげるよこれ。あ、そこ？それダメなやつでしょ。あ、ちょっと待って、ここですね。あーかここが痺れてんの、ここはブーンって言ってんの、これなんで？体ってつながってんだね。これで7分お休みいただけます。じゃあ7分経ちましたので針を取っていきます。まあ、針取れたの？はい、取りました。いや入ってるでしょ、6本ぐらい。全部取りました。取れてないと思うんだよねもうね、ぐるぐるですよ。 OK、 ぐるぐるですよ。腰の方を見ていきます。ひねってもらっていいですか？おお、いいですね。こんにちは。おはようございます。おお、いいですね。はい、だいぶ動きできる。動き良くなりました。はい、足踏みしていきましょうか。おお、軽い。おお、いいです。レッドブルの CM みたいな。ぐっと飛びそう。ああ、フラフラしてる。緩みすぎて。すごいね、これ。すごい。何ですよね、治療ね。全然わかんないね、これ。ダン先生も鹿児島でカッピング、スイダマ人気だって伺ってますけど、はい、大人気なんで。大人気。スイダマと、あと針の合わせ技もあるんですか？はい、あります。はい、あと針なしもあったり。針なしもあります。ああ、奥さんの方もね、スイダマやってるんですね。そうですね。はい、女性の方は、自分の方も。あ、奥さんね。奥さん、すごい優しい、はい、鹿児島美人で。僕も何回かお会いさせてもらってますけどね、はい、女性は足痩せとかお腹痩せとかあるんですよね、はい、そうですね、はい、そういう痩せメニュー、痩せメニューなんかやってますね、はい、はい、じゃあですね、鹿児島でですね、先生の院はどの辺が近いですか？鹿児島市内から高速20分ぐらいですね。結構ね、遠方からも来られてますね。遠方からも来ます、1時間かけて、はい、1時間、はい、すごいですね、人気の先生ですね、はい、ということで概要欄にですね、ダン先生の治療院のお問い合わせ先貼っておきますんで、そこからですね、問い合わせいただければと思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。他にもですね、施術の動画ですとかセルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。またですね、公式 LINE が新しくなりましたので、概要欄からぜひフォローしていただければと思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。超絶スパークリングですぐるぐるこれすごいね、左足取れたわ今日ピンクのパンツ履いてたよねこれでまた患者さんが見たら